はい、どうも、よいふけです。デビルサマナーソウルハッカーズの実況プレイです。ホラーハウスの攻略、3つ目の記憶に向かうと。よし、ってやりますかね。なんかかなり複雑なダンジョンで探索の違いもあっていい感じですね。あなたは過去や未来へ行ける扉があるとしたらどちらへ行きますか？大半の人は過去へ行くでしょう。そしてもう一度あの時あの場所からやり直せる扉に手をかけるでしょう。正面が開けた扉の向こうには一体何が待っているのでしょうか。その答えの鍵はひょっとしたらあなたなのかもしれません。うん、それでは過去からやり直すか。過去への扉の鍵なんです。記憶に宿る音はきっと。でも結局なんかこう同じ結果になりそうだよね。同じなんじゃないかなって思いますよね。まあでもやり直してみたい気持ちはあるけどね。やっぱりね、そういう気持ちは僕にあります、うん、やっぱり最初に開けた扉は必ず飛ばされる的な、なんかそういうのがあるのかな。おなじみの敵パーティー、とりあえずまあこんな感じかな。あ、ショックが来ればよかったかな。マリンカニやだね。うん、一応ガンにしておきますか。ダイヤモンド結構溜まってんじゃない。そして相変わらずの悲鳴。ホラーハウス収録今日は2日目ですね。前回なんかボロボロな状況だったんで。いや、仕事が大変でさ。誰も聞いてない。いや、そこ、なんとなく気になるから、見ようか。ほんとなぁ、YouTube 実況が仕事になればいいのになぁ。これは、さっきよりもきついパターンか。どうするか。真ん中の物理向こうがな、嫌な感じだよな。とりあえず、あ、ちょっと待てよ、ちょっと待て。プリンシパリティ仲間にしておきますか。何でしょうか。人間と悪魔共存。人間と悪魔共存的な世界。それが私の夢、私の理想。そうか。悪魔を理解しよう。理解しよう。うん。やった!よかったー。天使仲間にしておきたいんだよな。前回殺しまくってましたけど、殺しまくって言うのもあれですけども、ここ入るか。まあ使いますからね。ちょっと一旦戻って天使の合体をしたいぐらいですけど、ここ打開したら一旦戻るか。こいつ仲間にしてるな。あと妖魔が一体欲しいんだよね。ガンにしておきますか。ネミッサの物理もあんま効かなくなってきました。アファリエントダンス、危ねえ。ネミッサ用の剣、あ、ティルフィングなんか危なかったんでね。ネミッサ用の剣か、合体剣用意してやるかな。そうすると平八は武器装備できなくなるから、合体剣2本目とかってできないっぽい。シンゴ、どこ、どこにいるの。ずっと一緒にいるって約束したのに。シンゴ、どこ。ダメだよ、姉貴を悲しませちゃ。こっち帰ってみるか。なんとなく相変わらず目当てのシワンダが出ない。いや待て、あーでもハマ使ってるの、ハマ大丈夫か。真ん中にガンの方がいいかな。怖っ、ダメージは通らないけどショック当たれば。よし、いい感じだね。
しかし真ん中のやつが依然として残っております。だから右か、右に戦力を集中で、ブフルが飛んでくればよしぞ。急弾しておきますか、面倒でも。ショックシェル買い足すべきかな。なんだかんだ言って使うかな。不満はあるけどさ、少ないから弾数が。そういう不満はあるにしろ、やっぱりあった方がいいかもしれないか。買いに戻るかな。その時に合体しちゃおうか。今回合体まであるかな。まあそういう余裕があればだけどね。あ、しまった、物理外れした。銃撃が効くと。いや、しかしペルセフォネが全部やっつけてくれると。絶反響。この手のアイテムって全然使ってこなかったけど、使うべきかな。でも使わざるを得ないような状況っていうのが、ほとんど出会ったことがないんだよね。メガ対すぎるときは別の理由で、この手のものは使いづらかったんですけど。アイテムとしてだからもっと、有効なんだろうけど、使った方がいいかもしれない。かな？一応、カジノで入手はできるんですよね。状態上かけてくる。これはまあとりあえず、ああでも速攻であれか、ちょっと待って、倒せるかな。速攻で1体沈めておいた方がいいかもしれないか。そしたら後ろにハマーが行くかもしれないかな。まあそういう感じでやってみようか。赤をまず最初に倒してしまって、そう後ろの方に、てかまあ自分で命令すればいいんだけどね。そう、横着しないでさ、ボタン1つ2つ押せばいいだけなんで、まあいいでしょいいでしょ。それでも雑魚戦なんで、うん、なんか飛ばされる回数少なくない？魔獣じゃなくて、ソード、アタック、真ん中かな。結局真ん中に戦力が集中する感じになるかな。あ、しまった、物理走りしたよ。大丈夫ですか今日は。今日は大丈夫でしょうか。ネミスタが割り送っております。ガン、ガンですよ、ガン。ジード、ガード。すいませんねいつもに回してなんか注意力散漫で。これはだからこっちか。おっと、混ざりましたね。まあ、もう少しやりますか。じゃあガンで OK だね。待てよ、あ、まあガンか。ここは夜間に攻撃を集中するか追いつつガンですけど、うん、よし、ペルセポネがいらん、何もいらないんじゃないか。強すぎる。しかも燃費悪いとか言いつつまぐれたら溜まってるしな。やっぱり多めにもらえますね。まあ結構なことでございます。あ、ちょっと待った、マジで合体するに戻るんだった。戻った方がいいかな。とりあえず右見たいけど、まっすぐ行ってみるか。次戻されたら、こうプリンシパルって多めに出るから、そういった意味であれかな。ちょっと合体して戻っちゃうか。本当に若干作業挟みますか今回は。ソード、新月なんで期待できないと思いますが、ジードの攻撃力は返しに順位だから、ジード弱体化しすぎですよね。そしてペルセフォネも今回やる気はないようです。まあスキンさせておきますか。適当にサポート蹴るのでもありがたいね、正気的にさ。まあ、前回も言ったような気がするけど、うん、そしてシワナーでね、ほんとシワナーとあとレプラカーンだっけ、レプラホーンか。あれレプラカーンってあれだ、オーラバトラーだ昔さ、聖戦士ダンバインってアニメがありまして、ロボットアニメがね、僕それ大好きでね、でね、レプラカーンっていう、ロボットが出たんですよ。
チンコがついてるロボットなんですけど本当です。チンコから弾を撃つんですけど僕好みのプリシスがいたんですよね昔ね。はい、というわけでまあちょっとだけ作業に戻りますか。まあ大した合体じゃないんですけど、あとスロット足りてるかな、それ問題か。マジックで剣使う、まあハブフでもネミシスちゃんとガンにした、ソードじゃんネミスは割り食いすぎ。ちょっとスロット確認しよう。2つはないとできないから、あ、できないね、できないできない、帰ったらしょうがないわ。ちょっと減らさないといけないですね。まあいいか、プリンシパリティ自体あちこちに出るんでいいかな。なんかいろいろやりたいことがあるんですけど、レベルが足りないのはできないということがいろいろありまして、そう、レプラカーンに、レプラホンか、レプラホンについてもそうですけど、このまっすぐのところもまだまだいけそうですよね。どっちがいいんだろうな。とりあえずまっすぐ、右側の方があれか、狭いのかもしれないか。こう見ると、じゃあ、右から最初に行って詰まったところだから、右から見ますか、今度は。ちょっと待って。これは、そうだ。後ろに野槌か、野槌がもう一体いるか。アタック、マリンカニが嫌だからな。まあこうにしときますかね。無論よし、2体します。なんか野槌には耐性がありそうなんだけど、ちゃんと効いてくれるね、ありがたいことでございます。やっぱり強いってことなんだろうな、プラスコネが。その下はどうなってるんだ。あ、開通するわけか、繋がってたのか。なるほど。うん、ここ空いてますけど、また飛ばされてきてそこに入ることになる感じですね、きっと。この編成多いですね。真ん中にガンにした方がいいかな。よし、あ、だけど倒しました。しびれると、あの、即死効きやすくなってするんですかね。どうなのかわからないんですけど、とりあえず右に強く集中して倒せるかな。よし、2ターンで。となると唯一残ったその左、ここ行くか、開けか。はい、大丈夫でしたね。なんか分かれ道が少ない気がする。割と一本道ですね、過去への扉。ギャリーベーガー、これは電撃反射だっけ。一応見ておこうか。だね、電撃反射は銃殺無効。なかなか効いていないぞ。あ、これディア持ってるんだね。合体ザイルとしては最低だよね。継承しちゃうからね、そういうことをいろいろ考えていかなきゃいけないと思いますね。ヘッドラじゃないし、よく出すね。まあどこかに頭に置いておきたいけど、まあ、多分大丈夫でしょう。はい、これ飛ばされる。まず収録時間もあるし探索。ちょっと待てよ、 MP 的には、あ、フェルセポネがだいぶ減っているか。そろそろ回復を入れたいと。便利な分だけやっぱり消費はしっかりするね。
よし。まあでも迷うところはなさそうですかね。こうでもぐるって回ってくる感じかな。とりあえずまっすぐ行って OK かな、ここ。ここはひたすらまっすぐの、こう分かりやすい仕組みで、構成でいい感じじゃないかな。これは倒したって OK か。とりあえず全面倒さないと。マリンカリンやったかな。しびれない。危ねえ。ムドラ。あ、後ろにやったか。よし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 。これで、弾がない。倒せるか。よし、いいぞ。いい感じだね。もう性格システムってやっぱり便利だよね。こういう時ね。まだ音楽変わらないですね。そういえば明かりが2つあるとか言って何だったんだろうね。各部屋に明かりが2つあるとか言ってましたね。無尺寺さんか。こいつは剣を聞くんだっけ。だね。剣を聞くと、まあ念在マハブフでもかけておきますか。いや、ガン。ゴー。いや、かからないな。部屋地が危ない。一応相手を使っておきますか。また来た。使っておいてよかった。さすがに強いね。強い役までよな、あれ。ディアラまでいけますね。本当かな。音楽の変更はないですね。まだまだ長いってことか。ここ入るか。やっか。ガン。マジック。マハブフ。ガン。ゴー。なぜ攻撃も壊したのか。よし。あ、いや、してないな。そのターン中に、睡眠が解除されると、こうなるのか。なるほど、どうする。どんどん開けちゃってますけど、開けてないところも気になるんだよな。まあ、てか、シワーナ出ない。シワーナ出ないですね。まあ、ハーフフどうする？使っちゃっていいかな。まあ、いいか、使っちゃおうか。ガニだった。で、まあいいか。はい、ここはルセフォーに任せればいいのかな。あ、でもまあいいか。ジオンガでも別にいいはずだ。よし。あの土が一体だけみたいな時は普通にこう、音楽変わりましたね。ってことはさ、はいか。まあそろそろここも打開したいか。いやでもこっちは結局正解か。この先何があるんだ。あ、飛ばされましたか。あれ、音楽変わったままになるんだ。まあいいか。じゃあガンにしようか。で、マジック、マハブフ、エハチョガン、ゴー。あ、ムト使った。まあいいけど、倒せるんであればいいですけどね。で、これ3つ目の記憶のもうそろそろ最後なんで、こまめに回復入れて置いた方がいいですかね。3番目のボスっていうパターンかもしれないかな。収録時間は割といい感じですけど、まあもう少しやりますか。まああともう少しで
行けそうなんで、これはどうする。まあ普通にソードでやっちゃっていいかな。リブクに戦力集中でいいかな。まあ一体でもこれ倒して、倒せない、ハンマーだけど OK。 この辺はまっすぐですね、ですね。アーバンテラマジックマハブフガンゴー、起きちゃうな。これ睡眠利用しようと思っても起こしちゃうってことがあるから、なかなか難しいかもしれない。あ、ネミスレベルアップ、魔力上げてましたね。速さも上げていた。どうするか、魔力上げますか。まあでも十分あるような気もするんですけど、知力これか、こっちか。ジャグさんだ、これはきついから、ソードマジックバーグ球団し、あ、ガンにする方かな、ミスター。シナアタック、よし、いいぞ。あれ音楽変わらない、ガンマジックマハブガンゴー。アーバンテラもなかなか強力なアーバンですよね。ハンマー、よし、アタック、ソード、ゴー。ハガンのままだった。さっき音楽変わったけどな、音楽の変更は1回だけか。なるほど、これは、電撃反射中殺無効、電撃反射する相性の敵多いですね。あると、あ、後ろ狙ったか。まあそれならそれで OK です。まあガンでいいか。そういえば新しい銃とか出てないかな。装備品なんか見たいから、本当に一回出た方がいいかもしれないか。変8のレベルどんな感じなんだろう。変8は、でもあと2000あるか。まだしばらく先っぽいですね。はい、ここが3つ目の記憶ですけども、このセリフは同じポイントがしちゃいますか。この扉が閉まる音怖いよね。この構造も全く同じかな。そして狙っていたシワンナが一度も出なかったか。ペルソコナが何もしない。これはホラー、これは怖い。人形が血を流してるの。死んじゃう、人形が死んじゃう、僕のせいで。やばいよ、この子を何とかしないと。シックスが捕まえる。僕は人殺しの罪で捕まっちゃうんだ。あ、話しかけたかよかったかな。
しまったかもしれん。ずっと一人ぼっちで嫌だ、そんなの嫌だよ。何を泣いてるの、シンゴ。この声は、あの女の子。そんなに泣いてばかりだと、お化けのバグスがやってきて、あなたを連れてくわよ。ごめんね、お姉ちゃん。僕、お姉ちゃんの人形。僕が落としたぞ。え？人形じゃないんだ。僕がふざけて落としたから。なんだと？階段から。なんで？そうか、これは。そういえば、まあ、ユウイチとさ、シックスが強度がいるとかいないとかで言ってたよ。言ってましたよね、なんかね。だってお姉ちゃん、これのことか。死なない体になれたんだから。さあ、行こう。ここにはあなたを捕まえようとしてる、怖い人たちがいるから。これはトラウマになるね。そうか、そうか。で、この上の方かな、マップの。あ、違うか、それ入り口だ。もう下の方だ。これですね、きっとね、次行くのはね。なるほどね。まあ次回は若干戻って装備品見たりしたいから、レベルも2つほど上がったみたいだし、まあそういうことにしましょう。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。